田川ふるさと川づくり交流会では、川を汚さないための河川敷清掃活動や、小学校児童たちも一緒に河川敷花壇への花の植栽を通して河川環境啓発に取り組んでいます。前回に引き続き、今回は川を汚している原因の一つでもあるみんなの家から出る排水が川を汚しているか、科学的に調べてみましょう。皆さん、こんにちは。今日は私たちが使った水がどの程度汚れているか、この COD パックテストを使って調べてみます。このパックの中には、水の汚れの度合いによって色が変わる特殊の薬が入っています。中に入れた水がきれいなほどピンク色になります。汚れているほど紫や緑色になります。それでは実験を始めてみましょう。ではパックテストの使用方法です。このパックテストの先端の紐を引き抜きます。指で強く押して中の空気を追い出します。穴の開いた方に水を入れて半分ぐらい吸い込みます。よく振り混ぜて薬の反応を待って標準色と色を比べます。では実際にやってみたいと思います。ここに2つの水槽があります。どちらも水道の水を入れています。こちらに味噌汁を用意しました。この味噌汁をお椀に入れます。皆さんが食卓で口にするお味噌汁、食べた後お椀の底にこれくらい汁が残っていることありませんか？これを残したまま水槽の水で洗った場合と、このようにきれいに飲み干して洗った場合で水の汚れ方の違いを調べます。まず水道水を使って実際にやってみたいと思います。少しの飲み残しと、きれいに飲み終えたお椀をそれぞれの水槽で洗います。それでは洗った水の COD を調べてみます。では結果を見てみましょう。残してそのまま洗った方は緑色に変わりました。きれいに食べた方は水道水の水と同じピンク色です。このことから、少しの食べ残しを台所の排水に流すと水を汚していることがわかります。食事は
食べきれる量をついで残さず食べることが皮を汚さないことにつながります。皆さんも無理なくできることから取り組むと皮は今よりずっときれいになると思います。動画を最後まで見ていただきありがとうございます。